千葉県出身、坂本幸喜です。僕の名前の由来について話します。僕の名前は幸喜って言います。珍しくない名前なんですけど、漢字で書くとこういう字を書きます。航空の航に世紀、一石二石の木 でどうしてこの名前になったかと言いますと、僕は2001年生まれなんですけど、本当は2000年の12月31日が予定日でした。でここで、僕がその遅れて世紀を超えてしまったので、100年に一度世紀が変わる、20世紀から21世紀に変わるところで僕が生まれたので、両親が、1世紀2世紀世紀を渡って生まれてきたっていうことで、渡って生まれてきたっていうことで幸喜っていう名前を、両親がつけてくださいました。こちらの名前を僕はすごいとても誇りに思っているので、今回この皆さんに覚えていただくためにもこちらのお話をさせていただきました。ぜひ応援よろしくお願いします。バイバーイ。